まあ、日本の羊毛で始まった紡績っていうのは基本、まあ、英式紡績機っていうものが最初の始まり。作られたのは、まあ、イギリスの産業革命が起こった時に、もう230年40年ぐらい前なんですね。生まれたイギリスの方ではもう博物館にあるぐらいで、まあ、使われていないと。まあ、不織布っていうのはよりが入っていかないで進んでいくのに対して、英式では各工程でよりを入れながら次の工程っていう紡績の流れになってますので、一番の特徴といったらその撚りが入るというところです。フライヤーというのが回転することによって、ねじれが発生して撚りが入る。この紡績方法っていうのは、まあ、撚りを入れると同時に、細くしていく上で引っ張りながら撚りが入っていくので、線一本一本のその縮れというのが伸ばされたまま最終的に糸になっていくので、それが自然の力で戻ろうとするんですね。生地になってその自然の回復力で戻って膨らみになるという生地になります。昔ながらのその機械によって、まあ、素材のその特性っていうんですかね、十分に発揮できるのではないかなと。紡績していく上で、まあ、ゆっくりと、まあ、時間をかけて、まあ、繊維にそのストレスを与えないように、まあ、リラックスした状態で各工程を進むことによって、まあ、繊維のその本来の味わいがすることができる。米機械じゃないとできないっていうものを、まあ、知ってもらえれば、作り方はやっぱり昔の作り方なんだけど、その今のその流れに沿った、例えば色であったり原料であったり、その糸の見え方っていうのを、まあ、織り交ぜながら、まあ、昔のものと今の融合、ほとんど国内にない機械じゃないとできない糸ができるというふうに思います。